はじめまして。私、グラビアアイドルの青山真麻って言います。ああ、どうも。俳優の袴田義彦です。なんだか、股の緩そうな子だな。俺の好みにぴったりだ。この人が元ジュノンボーイの袴田か。最近あんまりテレビで見ないけど、話題集めのネタにはちょうどいいかも。実は私、この後暇なんです。よかったら一緒にお酒でも飲みませんか？オーケー。ちょうど俺も暇したけさ。それじゃあ、二人でバーにでも行こうか。はーい。へへへ。顔はいまいちだけど、胸が大きくて隙物っぽいし、遊びの相手にはぴったりの女だな。ひっひっひ。はめられてるとも知らずにのんきなやつ。ここから私のシンデレラストーリーの始まりじゃ。1991年に第4回ジュノンスーパーボーイコンテストのグランプリに輝き、その後は名俳優として映画やドラマ、そしてバラエティにと八面六臂の活躍を見せていた袴田義彦さん。そのモテっぷりは凄まじく、若い頃は数々の浮き名を流してきた袴田さんでしたが、そんな彼も2010年にグラビアタレントの川中愛さんとご結婚。その後は女遊びも控えるようになったと思われていたのですが。ただいま。お帰りなさい、あなた。先にお風呂にする？それともご飯？飯かな。風呂はもう入ってきたから。え？今日は旅番組のロケだったんでしょ？テレビ局での撮影ならまだしも、どこでお風呂に入ったの？いや、ロケで銭湯に行ってさ、そこで入ったんだ。そう。ふう、危ねえ危ねえ。危うく仕事って嘘ついて女とホテル行ってたのがバレるところだったぜ。この頃の袴田さんは絶頂期に比べるとその人気はすっかり落ち込んでいて、仕事もあまりなく、持て余した時間を若手グラビアタレントなどとのアバンチュールに費やしていたそうです。そして袴田さんが川中さんとご結婚されてから5年が経った2015年のこと、西麻布のクラブで開催されていた友人の誕生パーティーにて、袴田さんはその人生を大きく狂わせるきっかけとなるある女性と出会います。はじめまして。私、グラビアアイドルの青山真麻って言います。ああ、どうも。俳優の袴田義彦です。なんだか股の緩そうな子だな。俺の好みにぴったりだ。この人が元ジュノンボーイの袴田か。最近あんまりテレビで見ないけど、話題集めのネタにはちょうどいいかも。実は私、この後暇なんです。よかったら一緒にお酒でも飲みませんか？オーケー。ちょうど俺も暇したけさ。それじゃあ、二人でバーにでも行こうか。はーい。へへへ。顔はいまいちだけど、胸が大きくて隙物っぽいし、遊びの相手にはぴったりの女だな。ひっひっひ。はめられてるとも知らずにのんきなやつ。ここから私のシンデレラストーリーの始まりじゃ。あの袴田さんにホテルに誘っていただけるなんて光栄です。ちょろー。そりゃ君みたいな美人を見たら誘わずにはいられないよ。むしろ誘わない方が失礼なくらいでしょう。思った通りのまたゆるだわ。今夜はせいぜい楽しませてもらうぜ。着いたよ。ここが俺の行きつけのホテルなんだ。へえ、ここがすごい立派なビルで、ここアパホテルじゃ？そうだよ。実は俺、アパホテルのポイント会員なんだ。貯めたポイントに応じて割引が効くから、超お得なんだぜ。ああ、そうですか。いや、ここビジネスホテルじゃん。落ち目だとは思ってたけど、どんだけお金ないんだよ。先にも述べた通り、この時の袴田さんは俳優としての低迷期で、連続ドラマなどへの出演はあっても、1話限りのゲスト扱い。もともと金遣いの荒い性格だった袴田さんには、自由に使えるお小遣いがほとんどなく、青山さんとの密会時の10回に7回はアパホテルを利用していたそうです。疲れて寝ちゃった。ってことは今が絶好の撮影チャンス。この写真マスコミはいくらで買ってくれるかな。袴田さんのアパ不倫のお相手である青山さんは、初めからハニートラップを仕掛けるつもりで袴田さんに接近していたのでした。
そして青山さんは週刊誌などにこの時の情報を売りつけてお小遣い稼ぎをするとともに、袴田さんとの騒動を自らを芸能界に売り出すための材料にしたのです。袴田くんとの不倫の情報を週刊誌に流したのは売名のためだったんじゃないの？そんな、私そんな悪いことしませんよ。それじゃあこの番組に顔出し OK で出演した理由は？それは世間の皆様に私からちゃんと説明と謝罪をした方がいいと思ったからで、他意はないんです。あ、そう。それじゃあ青山さん、最後に今後の抱負なんかを聞かせてもらえる？これをきっかけにいろんな番組に出れたらいいなって思ってます。袴田さんとのこと何でも話しますよ。やっぱ売名やないかい。その後、青山さんはほんの少しだけグラビアの仕事が増えたそうですが、夢だったテレビへの出演はお昼の某番組に一度顔出し OK を条件に呼ばれた程度。結局思い描いていたシンデレラストーリーを成就できないまま、ひっそりと姿を消していきました。しかし人気は下火でも、青山さんよりははるかに名の売れている袴田さんにとって、アパ不倫に関するスキャンダルは自身の芸能生命を終わらせてしまいかねない大きな問題でした。どうしよう、このままじゃ完全に仕事がなくなっちゃうよ。アパ不倫のせいで袴田さんのイメージガタ落ちですからね。おまけに奥様と別居してることまで世間にバレちゃいましたし。そう、愛と別居してるのは不倫が原因なわけじゃないのに。ただ俺が稼ぎが悪いくせに金遣い荒いから愛想つかされただけなのに。それはそれであんまりイメージ良くないんじゃ。ぐんぬんぬ、どうにか俺のイメージを回復させる起死回生の策はないか。このままじゃ愛への慰謝料も払えねえよ。おい袴田、邪魔するで。あ、松本さん、お疲れ様です。かまへんかまへん。それより不倫報道の件大変やったな。いやでも元はといえば僕の自業自得なので。そっか、自分の中で割り切れてるなら別にええねん。それより今日はお前に頼みたいことがあってきたんや。今年の笑ってはいけないに出る気あがへん。その場合アパ不倫の件をいじり倒すことになると思うんやけど。え、笑ってはいけない？いじり倒される？はっ、これだ。こうして2017年の12月31日に放送されたダウンタウンのガキの使いやあらへんで、絶対に笑ってはいけないアメリカンポリス24時にて、袴田さんは後に伝説となる最強のネタを披露することになったのです。うおー、月に数回ホテルで不倫をし、ポイントカードを貯め歩き、不倫相手に裏げて炎上した最強の駄菓子がさ、俺が不倫仮面袴田だ。いやこいつアホや。全員アウト。あかんて、こんなん誰でも笑ってま、いたー。あはは、おもろー。ダウンタウンさん、ありがとう。いやー、あれはマジで面白かったな。俺、テレビの前で腹抱えて笑っちまったぜ。私もですよ。袴田さんはもともとバラエティでも幅広く活躍されている方でしたが、あの時の袴田さんはイケメン俳優としてのおごりやプライドを捨てて本気で笑いを取りに行っているところに感動さえ覚えるほどでした。そういえば袴田って今でもテレビで結構見かけるよな。不倫して干されないタレントって珍しいんじゃね。そうですね、袴田さんの場合俳優の仕事が不調だった時期よりもむしろ仕事が増えているくらいですから、不倫スキャンダルがいい方向に働いた稀有な例と言えるでしょう。だからって不倫をしていいってわけじゃないですけどね。まあ本人はちゃんと反省してるみたいだし、いいんじゃね。最近は新しい嫁さんももらったみたいだし、これからは二度とこういうスキャンダルを起こさないように頑張ってほしいよね。